前回好評につき第2弾です。個人的に見て損した YouTuber 動画1月2月編では、早速今年の1月2月に見て損した YouTuber 動画第3位。ユーチューバーチップスのカードを開封してるウーム連中の動画全部。ウーム所属のいろんなユーチューバーがその動画をね出していましたが、カードを開封して誰が出てくるかなんてドキドキ感ゼロ。大量に開封したところでゼロはゼロ。そんなことを言っておいて、いつかね、動画に使えるかなと思って、興味ゼロの土ばあさんクエのカードを1円でね、落札してみました。続いて1月2月に見て損したユーチューバー動画第2位。峰島社長、総額丸億円社長の自宅ガレージをお見せします動画。知らない方もたくさんいらっしゃると思いますが、峰島社長というのは堀チョカリ一派の社長さんです。で、峰島社長のね、毎回ね動画のオチのレベルがコロコロコミックに載ってるようなね、小学生用のギャグ漫画のレベルなんですけども、まあねまあね、この回はね特にひどかったです。ちなみに個人的に峰島社長のことはね、お笑いレベル的に見て金持ちの文人とね思っております。それでは1月2月に見て損した YouTuber 動画第1位。文人のティラミスアイスに土をかけて食べてみた動画、おめでとうございます。土ばあさんクエの炎上の中、文人の土を食うリアクションがね、楽しみで楽しみでね、ほんと文人に土とティラミスアイスを送ってみたのですが、ですがですよ、これ巷でそう最近髪伸びたなお表面がね、なんかもう土っぽくて、なんか植木鉢にしか植えないんじゃねえかなっていう感じで、ね、話題になってるね。なんかすげえ台本見てんな。あの明治エッセルスーパーカップスイーツティラミス。いや、ティラミスじゃなくてティラミスだろうがよ。でした。なんだその間は。ここでね、台本見すぎだろうが。中はティラミス、ね、ティラミス。みんな見てみたいかい。いや見せろよ、先に進まねえだろうがよ。手で開けないんだよな多分。口じゃ無理。発想が獣かよ。ちょっと開きづらいね。で開けると、ああ、確かにこうなってる。みんな見てみたい、見てみたい。また台本見てんな。じゃあね、ちょっとだけ見せるかな。チラッチラッ。いや、チラチラってお前が台本チラチラ見せたろ。チラミス、ティラミス。だからティラミス、チラミスって言いたいならティラミスよりティラミスの方が語感近いだろうがよ。雑だな。そしてね、ご覧のようにカンペを見すぎなんですよこれ本当に。うわー、美味しそう。でもなんか本当土みたい。土に見えるけど、やっぱりこれアイスなんだろうな。じゃあちょっとこの土っぽいティラミス部分いただきます。なんだよティラミス部分って、それ全体がティラミスだろうが。美味しい。土っぽいとこうまい。いやー、ティラミスの部分なんかね、ティラミスの部分めっちゃうまいから。いや、ティラミスの部分でなくてクッキー。お前ティラミス食ったことないんだろうが。ご覧のように文人クオリティの動画だったんですが、カンペを見すぎているせいで、この後文人は本当の土をねアイスに入れて食ったのですが、おお、見て見てこれ、ほら美味しい土だけあって、全くさっきのティラミスが乗ってる時と全く同じだよね。じゃあ早速またティラミス部分いただこうかな。いただきまーす。うーん、うん、おい、ふわっとあって、こいつ土じゃないか。どうですかこれ、リアクションとしては0点ですよ、ゼロ。うん、なんだなんだ、ブルーッと、てか歯が土残ってたよこれも。土取るのミスった、取るのミスった、取るのミス、ティラミス。カンペに書いてあるリアクション後に言うダジャレを言おうとして、おい、ブルーッとだって、こんな感じの0点のねリアクションになっちゃったんでしょうね。文人ね、いつも焦りすぎなんですよ本当に。もうじゃあ次回もまたこの企画をするかもなので、皆さんが3月に見て損した YouTuber 動画をね、コメント欄の方に書いておいてください。今回のランキングにはね、入っていませんが、ウームの社長が趣味でね、社員に作らせたようなウームゴルフチャンネルもね、あれ結構ね相当なもんですよ、あれ本当。
あれ以外のね、動画をね書いておいてください。あとね、ウームの社長のブログもあったんですけどね、2016年に書き始めて、4回ほどしかね、更新されていません。自分の目を疑いましたね。4回って少なすぎです。そんだけ忘れていませんよ。